大和石川麻長者森にあるキリスト教系の私立高等学校。通称は義塾。三代目校舎、1890年。明治9年頃の校舎と生徒の集合写真広崎藩の藩校稽古館は、明治5年5月、広崎館英学校へと引き継がれたが、明治5年8月の学校制度改革により、廃止となった。このため、旧藩主である、 津軽津久明による財政的援助のもと、菊池九郎が創立者となり、旧半校の教師、施設、教科書などがほぼ引き継がれる形で、明治五年十一月、広崎館英学校が開学した。間もなく、菊池が学んだ、慶応義塾に習って、東欧義塾と名付ける。明治七年、英語教師として、東欧義塾に来ていた、ジョン・イングの母校である、アズベリー大学に、 塾生5名を派遣。当初から高い給与で外国人教師を雇い、アメリカの教科書を使用していたため、明治11年の日本国地機構の著者イザベラ・ワードにカレッジと言われた。現に東欧義塾出身者5名が、明治10年に初めてアメリカに留学しているが、すぐに現地の大学に進学できるなど、現地の学生に引けを取らなかったとされている。 しかしながら、外国人教師はいずれも伝道者であり、伝道による選挙効果が上がるにつれ、また、本田陽一塾長などによる自由民権運動が活発化するにつれて、風当たりが強くなり、明治15年末には、旧藩主からの財政支援も途絶えることとなった。財政難から明治34年3月末、広崎市へ移管されたものの、明治43年、 県立工業学校の広崎設置と引き換えに廃校することとなり、それまで県へ移管することとなった。県立工業学校開校に伴い、県立広崎中学校東大義塾は、対象3年3月に廃校となってしまった。その後、米国メソジストミッションと東大義塾再校を願う地元関係者の働きで、塾長に笹森純造を迎え、 大正11年に最高となった。初のアメリカ人教師チャールズ・ウォルフ。ありがとうございます。